パ、感情をコンピューターに理解させる試みも行われている。ニューロベビーのミックはコンピューターとアートが融合したユニークな研究だ。ミックは人の声から感情を読み取って反応するのだ。おはよう。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、ごめんね。今低い声で喋ったんで泣いてしまいました。わっ。わっ。突然大きな音を、声を入れるとですね、このように驚きます。そして話しかけないでいるとついには眠ってしまう。ミックにこちらの気持ちが通じたのはなぜか。ミックは人の声を高い低い、強い弱いで認識し、それを感情として捉えて、それぞれにふさわしい反応をするようプログラムされている。例えば強くて高い声は愉快な感情表現だと捉えて喜ぶ、反対に低くて弱い声の場合には悲しい感情を表していると判断して泣くのだ。人間がやると本当に簡単なことなんだけれども、それをコンピューター経由で同じことをさせるのに非常に、自然に見せるために苦労します。人間とコンピューターの判断の大きな違いというのは、まずその直感力ですよね。で、人間というのは経験と、知識により、直感的に、飛躍することができますけれども、コンピューターキャラクターの場合は、それはなかなか難しいわけです。